ジャニーズのブラザー事情、平野仕様の弟平野陸との関係。ジャニーズ事務所から卒業した平野仕様が新たな舞台で再出発し、その一方で彼の弟も隠れた才能を開花させています。今回の記事では、平野仕様を中心に、ジャニーズのブラザー事情にスポットを当ててみましょう。彼らの兄弟たちは、 ジャニーズとは異なる分野で活躍し、その成功を収めつつあります。平野紫耀の新たな章。平野紫耀がキング・クソスを卒業してからおよそ1ヶ月半ば後、彼は新しいステージでの活動を本格的にスタートさせました。彼は神宮寺勇太と共に、滝沢秀明氏が代表の新会社。 株式会社飛べへの移籍を発表し、さらにファンクラブやインスタグラムを開設しました。また、TikTok や YouTube などの SNS プラットフォームにも頻繁に登場しています。さらに、かつては近畿とされていた家族の顔出しも解禁し、その中には平野仕様の弟である平野陸も含まれています。平野陸の登場。 公になったのは、平野陸さんとの初のツーショット写真。彼らは小中学生の頃から兄弟でダンスユニットを組んで動画サイトに投稿しており、一部のファンにとっては公然の秘密でした。解散後、陸さんはアパレルブランド RKS リキーの代表として活動し、アーティストリクーとしても活動しています。 さらに、ソロで写真集を発表するなど、多岐にわたる才能を披露しています。かつて、シオが r k s キーのロゴ入り T シャツを着用した写真を公開し、それがステルスマーケティングの一環であるのではないかとファンの間で騒がれたこともありました。しかし、ジャニーズ事務所を退所した後、 兄弟関係を公に認めることができ、新たな一歩を踏み出したと言えるでしょう。菊池風磨の弟、恩王の新たな挑戦。平野市洋の兄弟だけでなく、他のジャニーズメンバーの兄弟も新たな活動を始めています。セクシーゾーンへの菊池風磨の弟、恩王さんは、今年3月にプロボクサーとしてデビューしました。 ウィジンでは判定負けを期しましたが、7月28日に行われたボクシング東日本新人オーライト級の準々決勝戦で相手が怪我で危険したため、準決勝戦への進出が決定しました。さらに、9月14日には古川光春との対戦が予定されています。恩納さんは180センチメートルの長身で、 高校生の頃には、父親でミュージシャンの菊池久し俊さんと一緒にメンズファッション誌、ヒーローズにモデルとして登場したこともあります。また、TikTok や YouTube に動画を投稿しており、風魔ファンからも注目を浴びています。なお、ジョ俊さんは J&T の名義で嵐のデビュー曲、A ロシーを作詞したことでも知られています。藤ヶ谷多穂の弟、良介の活動。 ジャニーズメンバーの兄弟事情は平野しよと菊池風磨だけに止まりません。キスマイフとニの藤ヶ谷多保の弟である良介さんは、美と健康のために開発したドリンクを中心に販売する会社、モリンゲイヤの代表です。彼は元製薬会社の医薬品開発責任者とタッグを組み、独自開発の製品を提供しており、その信頼は高まっています。 凌介さんも平野仕様や菊池風磨と同様に、兄弟の中で美形として注目されています。結論。ジャニーズ事務所を卒業した平野仕様をはじめとするジャニーズメンバーの兄弟たちは、それぞれ異なる分野で活躍し、成功を収めています。彼らは、兄弟愛と才能を結集し、ファンに新たな魅力を提供しています。 これからも彼らの活動に注目し、彼らがどのように成長し続けるのかを見守っていくことでしょう。